ルーネンバーグ軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,914人であり、2000年の13,146人から1.8%減少した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のルーネンバーグであり、同軍で人口最大の町はビクトリア町である。 ルーネンバーグ軍は1746年5月1日、ブランズウィック軍から分離して設立された。軍名は、ドイツのブランズウィック・リューネバーグ公国から取られており、イギリスのハノーバー朝の王が、ブラウンシュバイク・リューネブルク公を兼ねていたからだった。南北戦争に向かう時代に、古き自由州というあだ名があった。これは、もしノースカロライナ州が、 アメリカ連合国に加盟しなかった場合には、ルーネンバーグ軍がバージニア州とたもと分かち、ノースカロライナ州に加わる可能性があったからだった。ルーネンバーグ軍の初期開拓者の中に、キング・ウィリアム軍生まれのウィリアム・テイラーがいた。その父はバージニア生まれでイングランドのトリニティ・カレッジで教育を受けた英国協会の牧師のダニエル・テイラーであり、母は アリス・リトル・ページ・テイラーだった。ウィリアム・テイラーは、ウィリアムズ・バーグのベンジャミン・ウォラーの娘、マーサ・ウォラーと結婚した。1760年、テイラーは、ルネンバーグ軍で3つの隣接する土地、総面積827エーカーを購入した。間もなく軍の指導的なものとなり、1765年から1768年には、軍を代表して、 バージニア下会員議員を務めた。1765年にはパトリック・ヘンリーの提案したバージニア決議に賛成票を投じた。テイラーは軍事務官を51年間務めた。テイラーの軍事務官としての公認は息子のヘンリーがつき1814年から1846年まで32年間務めた。もう一人の息子、ウォラー・テイラー将軍は軍を代表して、 バージニア州下院議員を務め、その後インディアナ州ビンセンズに移転した。ゴラーはそこで判事となり、その後の米英戦争では、ウィリアム・ハリソン将軍の下でアメリカ陸軍の副参謀を務めた。インディアナが州に昇格すると、1816年から1825年まで、同州選出初代アメリカ合衆国上院議員の一人となった。ゴラーは1826年に、 ルーネンバーグ軍の親戚の家を訪ねている時に死んだ。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は432平方マイルであり、このうち陸地432平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.16%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。